どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日の都市伝説なんですけども、世の中には持っているだけで不幸になるといういわくつきのものが存在しております。今回はそんないわくつきのものの中からリブクの箱というものを紹介していきたいと思います。このリブクの箱はユダヤ人が降霊術の際に呼び出してしまった悪霊ディブクを封じ込めるために使っていた箱というふうに言われております。ディブクとはもともと病人の体に取り付く邪悪な精霊でありイブルとも呼ばれていました。そしてこのディブクの箱を購入した男性はその購入した日から悪夢にうなされるようになりました。というのもこの箱の元々の持ち主はユダヤの血を引く親族だったのですが、その人物が亡くなった時に墓に一緒に埋めてくれと家族に懇願していたのですが、その行為というのがユダヤの伝統に反するため親族によって開かれたエステートセールと呼ばれる家主が亡くなった際に開かれる遺品の販売に他の家財道具と一緒に売りに出されていたそうです。これを購入した男性は悪夢以外にも部屋の電気が突然消えたり原因不明の悪臭が絶えなかったりという怪奇現象に見舞われたそうです。そしてこの男性は仕方なく箱を母親に預けるのですが、その母親が急死してしまいます。男性はその箱を手放すことにしたのですが、その次の所有者も悪夢にうなされたり怪奇現象に見舞われたのに加えて原因不明の皮膚病を患ってしまいました。このような経緯があったためリブクの箱の最後の持ち主は自分が呪われる前に司祭に渡してどこかに隠してもらったそうです。この箱は今どこに行ってしまったのでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。こういうのも怖いですよね。まあ、ある種、儀式で使ったりとかするものっていうのもね、そういうのがあったりするので、でね、それが知らない間に自分のところに来てしまったりとかっていうのも、ね、怖いですよね。こういう都市伝説もガンガンやっていきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。